どうもシューズ TV です。皆さん今年も残すところあと1日ですね、今年2019年を振り返ると本当にいいことばっかりの年でございました。そうだ、隣のトイストーリールームおもちゃたちに年末の挨拶をしに行きたいと思います。さておもちゃの皆さん入りまーす。なにこれ、ちょっと待って、なんかミーティングしてる。おもちゃたちがミーティングしてますよ。ちょっと待って、これどういうこと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 。流行語大賞2019、おもちゃたちでもしかして今年のシュンズ TV の流行語大賞をみんなでやってるってことですか。あ、なるほど、みんなで投票したんだ。3位ってこれなんだろう。うわこれよく言ったな、今年3位うーわですって。まあ、確かに言ったわ。だって君たちが動くんだもん、それはうーわってなるでしょう。へえ、なんか面白いな。あ、こんな感じでみんなで決めてたんですね。第2位なんだろう。なんだろう、全然想像つかないな。流行語大賞第2位、助けに来たー。言ったな、これも。だってみんな助けに来るんだもん、ちゃんと。いや、みんな素晴らしいですよ、本当にね。いや、それは言いますって。これ1位なんだろう。1位何？これもしかしたら視聴者の方の方が分かってるのかな。僕全然分かんないんですけど、言ってる側なんでね。じゃあ1位、皆さん、シュンズ TV の2019流行語大賞1位はじゃじゃーん、クローゼットの奥深く。言いましたね、これ。これ言ったわ。いや、言った。なんかおもちゃたちみんな面白いですね。みんなで集まってそんなこと決めてたんですか。いやー、でもおもちゃの皆さん本当に2019年もありがとうございました。皆さん、おもちゃたちも年末を楽しんでいるみたいです。みんなで今年1年流行ったこといろいろやってました。改めてシュンズ TV 2019年見ていただいてありがとうございます。改めて2019年シュンズ TV 見ていただいてありがとうございます。2020年はですね、さらにトイストーリーのおもちゃも増やしていって、ボイスボックスも取り返していきたいと思いますので、皆様にとっても素敵な一年でありますように。ということで、良いお年を。またお会いしましょう。いやー、まさかミーティング中にシュンズ TV が入ってくるとは思いませんでした。さて、スマイリーロックの質問コーナー、スマイリーロックさんに質問です。なんでスマイリーロックは旅行に行ってないのに、ケンがバービーを守ったことなどを知っているんですか。わしに知らないことなどありません。冗談はさておき、レックスがシュンズ TV の iPhone を使ってわしに教えたりしてくれたんじゃよ。スマイリーロックさんに質問です。年明けに何か予定はありますか。わしは窓から外を眺め、歩いている人々を見たいと思っています。わしら石は人を眺めるのが大好きなんじゃよ。皆さん、2019年もありがとうございました。皆さんにとって良い1年になりますように。2020年もよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。良いお年を。